あんなに美しい場所だったのに。ベロニカ、セーニャー、私の天使たちよ、今頃一体どこに。お二人とも気を落とさんでくだされ。ベロニカとセーニャーは双剣の姉妹、二人が一緒ならきっと大丈夫。もしかしてセーニャなの？お父様、お母様、ご無事だったんですね。セーニャ、おお、私の天使よ、よく顔を見せておくれ。セーニャ、ベロニカは、ベロニカはどうした？一緒ではなかったのか？てっきりお姉様は先にこちらに戻っているのだとばかり。あ、いえ、やはりお姉様はこの近くにいるはずですわ。北の方から懐かしい気配を感じます。双子の勘ってやつか。この感じ、お姉様のものです。行ってみましょう。なあ、ここにベロニカがいるのか？どこにも見当たらないぜ。ここは子供の時から私とお姉様がよく一緒に遊んでいた場所なんです。ここにいると思ったのですが。お姉様、お姉様、どこにいるのですか？あら、お姉様、こんなところにいらしたのですね。起きてください、お姉様。風邪をひいてしまいますわ。お姉様、どうしてしまったの？お姉様の杖が光っている。それから勇者の紋章も。お願いです、こちらの杖に触れてみてください。もしかしたら。
なんとかしないと。みんなやられてしまうわ。お姉様、私たちを助けるために。はっ、ベロニカちゃん、あなた最後の力を振り絞って私たちのことを。くそ、ベロニカ。若い者ばかり死に急ぎよって。世界中の命の象徴たる命の大樹よ、このラムダの地で生まれた若き命がまた一つ散ってゆきました。願わくば双剣の姉妹の片刃ベロニカの魂が帰るべき場所、命の大樹のもとへ召され、新たな葉として芽吹かんことを。皆様、本日は私の姉ベロニカのためにお集まりくださり本当にありがとうございます。姉は世界中の命を救うために己の身を顧みず最後まで勇者様を守り抜きました。皆様、命の大樹のところへ召される魂のため、どうか髪を一房聖なる火に手向けてくださいませ。
か、私の天使よ、私を置いて行ってしまうなんて。ベロニカ、こんな別れあんまりよ、あんまりだわ。セーニャはしっかりしたもんだけど、ご両親のあの悲しみをときたら、かわいそうで見てられないよ。皆様にお話があります。どうぞ大聖堂の方へお越しください。お呼び立てしてすみませんでした。実はどうしても皆様にお伝えしたい話があったのです。皆様はもしかすると古の伝承の存在、神の乗り物を求めてこの地へいらしたのではないですか。なぜそのことを。先日私は胎児の神託と思われるある夢を見たのです。その夢の中で勇者様とセーニャは何やら白く大きなものに乗って空に浮かぶ不思議な島に降り立っていました。空に浮かぶ島だって。しかしベロニカの姿だけ見えなかったので、ベロニカの身に何かあったのではとずっと心配していたのです。嫌な予感はしていましたが、まさかこんな時にまで夢が現実になってしまうとは。ですが夢の世界で見たその光景は私にある神話の一節を思い出させました。ケトス、天高く空を駆け巡る神の使い、聖なる調べに導かれ勇者のもとに降臨す。夢に出てきたあの天の島こそ勇者様が目指すべき地なのでしょう。そしてそこに導くは神の使いケトス。私は今里中の古文書をひっくり返し、このケトスについて調べております。何か分かったらご報告いたしましょう。さあ今日はもうお疲れでしょう。皆様のために宿を用意しておりますので、ひとまず宿屋でお休みくださいませ。
この歌は古の時代から聖地ラムダに伝わる悲しき恋の歌。死に別れた恋人を愛おしむ者、神語りの里に一体誰がこのような歌を残したのか分かりませんが、私は幼い頃からこの歌が好きでした。大樹が落ちたあの日からずっと私には心残りに思っていたことがあるのです。ねえお姉さま、私とお姉さまはきっと芽吹く時も散る時も同じですよね。セーニャはいつもグズだから、どうかしら。でもそうだといいわね。セーニャ、約束して、この先私の身に何かあっても一人で生きていけるって。そんな約束できません。お姉さまがいなくなってしまうなんて私考えられませんわ。私はずっと後悔していました。あの時約束していればお姉さまも安心して天に召されたのではないかと。お姉さまの言う通り、私はグズだったんです。言葉や呪文を覚えるのも道を歩くのも何もかもお姉さまより遅れていた。ですが、まさかこんな時にまで先に行かれてしまうなんて。ごめんなさい。少しだけ、ほんの少しだけあなたの隣で泣かせてください。ごめんなさい。やっと心の迷いが晴れました。お姉さまが助けてくれたこの命、精一杯未来へつないでみせます。もう涙は見せません。さようなら。この力は、もしかして。ありがとう、お姉様。
もう日が昇っておりますわ。今朝長老様が宿屋にいらして、皆様をゼーランド山の山頂までご案内するようにと言い出て行かれたのです。先に起きていた他の皆様はすでに山頂の方へ向かわれました。さあ私たちも参りましょう。大聖堂近くの参道を抜ければ長老様の待つゼーランド山の山頂へ行けますわ。Thank you.
ぞいらしてくれました。実は昨夜また夢を見ましてな、ベロニカがここにいる姿が見えたのです。この場所は勇者の峰、かつて勇者様が邪悪の神と戦った後に空から舞い降りてきた地だと言われています。ベロニカは夢の中でこの地に立ってこの笛を吹いておりました。これは賢者セニカ様が邪神を打った後に聖地ラムダに立ち寄り置いていったという笛。お守りとしてベロニカに持たせていたのですが、今朝目を覚ましたら私の枕元に置かれていたのです。もしかしたらこの笛が私たちに道を示してくれるかもしれん。セーニャよ、さあ吹いてみなさい。はい、それでは。夢の中で吹いていたなら必ず何か意味があるはずですわ。これはあなたがお持ちください。この光は、竿になったように見えるが、バカな、私は夢を見ているのか。キャー、当たりが来たわよ、引いてみて。私が夢で見たもの、神の乗り物ケトス。今伝説がよみがえりました。その笛を吹けば神の使いは勇者様を大空へ誘いましょう。世界のどこかにある天空に浮かぶ島を探すのです。きっとそこに闇を打ち払う新たな力があるはず。勇者様、お願いいたします。諸悪の根源たる魔王オルノーガを打ち果たして、ベロニカの無念を晴らしてくださいませ。